ユニフォーム昔ちょっとダボダボだったじゃないですか。これがね昔はすごくこう面の重たいダボダボのユニフォームやったんですか。で僕体がちっちゃかったんで、海外の選手たちにいつもこうやって引っ張られて掴まれるんですよ、それが嫌やからこうやってまくってビニールテープで止めたりしてたんですよ、それからどんどんユニフォームが進化していって今タイトになったんですよ、だからあのねあのユニフォーム作ったのは多分俺やと思います最先端ですよ、はい、だからそれで本当に良くなったんで、でそれが今ユニフォームこうなってるから、そういう意味じゃやっぱりね最先端ですね、最先端だったんです、その当時気づかなかった周りが悪かったですね、そうですそうです、でもちゃんとあのスポーツメーカーは、気づいたっていうことやから、その時に俺が特許取ったら金持ちだったんですよ、よう考えたらそうですよ、今思えば特許取ったらほんまに、そうですよ、あの時に そこでコラボして開発しときゃよかったですね、そうなんですよ、俺そこの知識なかったな甘かったな、戻りたい、そこだけ戻りたい、人生世界特許ですからね、そうですよ、本当に、えらいことになってましたね、今もう豪邸立ってますね、間違いない、ほんまユニフォームの形の豪邸だったもんね